初めてのグループライド前日、緊張しますよね。どういったところに注意したらいいのか、上手い人たちに怒られたりしないか、そんな心配を、まあ、今日ちょっとでもですね和らげられたらなと思います。グループライドで初心者が注意すべきこと。リンリン、こんにちは、森氏です。今日はですね、初めてグループライドをする初心者のサイクリストのために、ここはちょっと注意しておいた方がいいよという点をですねご紹介したいなと思います。単純に、まあ、怒られないルールとかだけじゃなくて、それ以外でちょっと気になったことをですねご紹介したいなと。というのは、実は東京ウィルズの東日本橋店では初心者向けのグループライドっていうのをやってまして、まあ、この間始めたばっかりなんですけども、本当にもう一回もグループライドしたことないよみたいな人たちを、招いてですね、一緒にこう走るっていうことをやってるんですね。でやっぱり僕もそうだったんですけども、自転車始めたばっかりの時って、なんかこうサイクリスト用語みたいなのが飛び交うじゃないですか。アラサー行ったよとか、タマサー行ったよとか、なんかそういう記号みたいなところにこう行ったよみたいなことをよく聞くんですけども、一体その多摩川サイクリングロードというのはどこからどこまでを多摩サイクリングロードと呼ぶのかとか、あとそこを走る際のなんかルールみたいなものあるのかとか、そういったもん全然わかんないので、初めはだからなんかそこに行ってみたいんだけど、なんか行っていいのか悪いのかみたいな悩みってすごい初め僕もあったんですね。知ってる人に、じゃあ多摩サイ行ってみますかなんて連れてかれて、あ、こういったもんだったのねみたいな。でもちろんそこにもルールもあるし、なんかそういったものをこう学んでいくみたいなのがあるんですけども、始めたばっかりだとなかなか知り合いに、そういうサイクリストの知り合いもなかなかいなかったりするんですよね。でそこまでがなんか長いというか、なので、まあ東京ウィルズではそういった方のために、友達にこう中堅クラスのサイクリストもいませんと、ただ自転車は楽しそうだとか健康のために始めてみたんだけど、なかなかそういった記号は聞くけど行ったことがないと、なんかサイスポとか読んだりとか、シクロワイヤードとかウェブで見てるとそういうのがいろいろ出てくるけど、何のことやらさっぱり分かんないというふうにして時がこう経っている人が必ずいると思うんですよね。まあ、まさに僕なんですけど。なんでそういう方のために、全部は話せないんだけど、ちょっとこうポイントになるところだけ話してみたいなというところです。今日はグループライドのルールっていうのを絞っちゃうとちょっとまあ細かすぎるところに行きそうなんで、初心者の方がまあ自転車で走る上において、まあグループライド含めてですね、ちょっと注意することっていうのにフォーカスしてみたいなと思ってます。でまずはまあこれはグループライドもそうなんですけど、走り方ですね、道の走り方って言うまでもなく、車がいるときはその横をすり抜けるときに、その車からドアがバーンと開いたりしないかっていうのは必ず注意するということは気をつけてほしいんですね。でそこで結構事故る人って多いんで、自動車を運転する人は結構そこって分かってるんですよね。自動車教習とかで絶対その話で出てくるんで、むしろ車の運転側として急にドアを開けないっていうのは分かってるんですけども、自転車って免許がないので、そういう講習がないですから、だからそこはあんまり分かってなくて、結構車の横を、右側車はビンビン走ってるもんだから、こうギリギリ車の横をすり抜けちゃうんですけど、それ危険なんでやめた方がいいかなと。で同じことが言えるのが側道ですね。結構その道路の端っこをすっごいスレスレ走る人いるんですけど、これも結構危険なんですよね。端っこに例えばゴミが落ちてたりとか、路面がガタガタだったりして、こう初心者の方って車がこう走ってると、あんまりこうこっち側に出たがらないじゃないですか。でなるべくなるべくこっち側を走るんですけど、そういった意味でこの路面がガタガタの方がむしろ危なくて、そこでこけたらバーンと引かれちゃうんで、あんまりこうギリギリを走らないで、車のそばギリギリをすり抜けないっていうのが本当は大事なんですね。でそうすると、じゃあこっちの車に危なくないって思うんですけども、意外に車を運転してる人は分かると思うんですけど、こっち側に思い切って出てまっすぐ走ってる分には車って引かないんですよね。車の想定はこの自転車はまっすぐ走るっていう風な想定なんで、速道スレスレを走っててスッとこっちに出てこられるよりも、少し真ん中目をまっすぐ走られた方が、追い抜きするときはしっかり追い抜きできますし、まあ、そうじゃないときはその後ろつけますしっていう風に走ってる方がよっぽど安全です。でこういうこと言うと車の方から怒られるんですね。いやいや、もっとギリギリ走ってくれる、抜けないからって言われるんですけど、でもそこはね、やっぱり安全優先で僕はいいと思ってて、自転車ってやっぱりこう抜かれる瞬間ってすっごく怖いんですよ。そんなにギリギリで抜かなきゃいけないところだったら抜いてほしくないっていう意思を明確にして、少し真ん中気味を走るっていうのは、僕は自転車としては正しい判断だと思いますんで、まあ、そこはしっかりと走ると。であと同様に、結構ねこれはみんなやってる人多いです、初心者の方。車がこうやって停車してるじゃないですか、まあ路駐ですよね。で路駐が本当はいけないんですけど、まあ路駐してたら当然そこをこうかわしていかなきゃいけないと。でそのかわすたんびにこうやって中に入る人いるじゃないですか、こういう感じ、言ってる意味わかりますかね。こう抜いて戻る、抜いて戻ると、
でね、これね意外に危ないんですよね。なぜなら方向転換をこういうふうにうねうねしてるのと一緒だから。で車から見たらその路地をかわしてるから中に入りました、またそこから出てきますっていうのがそんなに意識してないから、であればもう路中が多いところではもうその路中を見越して一番その端っこ側スーって抜けてった方が安全なんですね。これはやった方がいいです。いち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 路中抜かすためにこっちに入ってっていうのは逆に危険なので、路中の車が多いなっていうふうな、まあそれも前方予測ですよね、予測して多いなと思ったらもうその車のから一歩こう出たところをずっとまっすぐ走るっていうのが大事です。でまっすぐ走るっていう意味で言うと結構交通量の多いところで不必要に後ろ見る人いるじゃないですか。あれも危なくて結局こう後ろ見た瞬間やっぱりこうブレるんですよね、ハンドル操作って。でそれやるぐらいだったらもう一目散にまっすぐ前見てまっすぐ走った方が安全です。やっぱり自動車側はさっきも言いましたけど、自動車側が自転車に対して何を期待してるかというと、この自転車はまっすぐ走るだろうっていうことを予測してるんですね、常に。なんでその自転車がよもやこうゆらゆらしないだろうっていうところを見越して、まあ、危ない車はギリギリを抜いていくんで、自転車がこう前走ってるのを後ろからドーンってやるよりはやっぱりこう走っててフラッと来てドーンってやる方が多いので、自転車はとにかくまっすぐさえ走ってればそんなに危なく、実は危なくないんですね。それを初心者の方ってやっぱ不用意にこうやって後ろを振り向きすぎて、なんかこう周りを気にすぎてふらついてしまうというのが危ないので、それはとにかく危ない道でこそ後ろをガンガン見るんじゃなくて、もう自信を持ってまっすぐ見てまっすぐ走るっていうのが大事です。次に大事なのは皆さんお待ちかねのハンドサインです。ハンドサインってご存知ですかね。例えば、スピード落としますよって時はこう乗ってて、後ろの人にスピード落としますよって時はこういう動作するんですね。で止まりますよっていうのはいろいろローカルルールもあるんですけど、まあこうやってやったりします。あと右に行きますよはこう、左に行きますよはこうとか、こう走ってて路側帯に障害物があるよって言った時にこういうふうにやったりとか、その辺になんか穴ぼこがあるよとか水たまりがあるよと、まあ、そこ通ると危ないよって時はこういうふうにやるんですね。そうするとそこになんかあんだなみたいな、ポールがこう立っててそこの間をすり抜ける時あるじゃないですか。そういう時はこういうふうにやったりしますね。まあ、こういうふうにやる人もいるんですけど、こういうふうにやったりすると、まあなんか狭いとこ通り抜けるよって時はこういうふうにやったりとか、急にこうなんか障害物があったって時にもうハンドサイン出してらんないって時はこうやってバタつかせたりとかするんですね。っていうのでまあいろいろこうハンドサインやって、まあそのハンドサインもまあその場所に行くとちょっと意味が他の意味になったりするんですけど、大体大枠こういう動作をしてあげると大体わかるんですけど、でもハンドサインって本当にやっぱりトレイン組んですっごい近い距離でやってる時にも絶対出せないと危ないじゃないですか。急にこう減速とかされたらボンって行っちゃうんで、初心者のグループライドで必ず出さないとすっごい危ないかって言われると、僕はまあここはまあ初心者同士で走ってんだから少し距離を置こうよとか、ね、後ろから突っ込む人はその人がちょっと注意すぎないっていうふうにも思うので、そこに対してめちゃめちゃ目くじらを立てる人っていうのもいるんだけど、それはちょっとどっちもどっちじゃないかなっていう気もします。ただやっぱり出した方がいいなと思うのは、減速しますと止まります、まあ最低減速します。やっぱり走ってる時ってまあ夢中になって漕いでる時も多いので、相手が急に減速されるとやっぱりふっと近づいて危ないっていう時って結構あるんですね。だからそういう時のさっきの減速サイン、減速しますよとか、まあなんならもうちょっと減速して止まりますよっていうこのサインは出してあげた方がいいなと思います。これね、実はグループライドじゃなくてもですね、例えば大きい道を走ってる時、知らない人が後ろについた時もやってあげた方がいいんですよね。でそれはもう遠慮しないで恥ずかしがらずにやってあげてください。本来ね、いろいろこうルールに細かい人は後ろにつく時は後ろつき回してちゃんと言えとか、そういうのもあるんですよ。実は知らない同士で後ろつく時は後ろつかせてくださいって言わなきゃいけないとか、でまあちょっとね、なかなか知らない人の後ろにつく瞬間、まあ本当にね、トレインドラフティング効果を狙うぐらいにギリギリまでつくっていうのはもうそれ言わなきゃいかんですけども、まあまあ後ろね走ってる分につきますねとか言えるかっていうと、なかなかねちょっとね知らない人に言うのも恥ずかしいですけども、でも前の人は後ろに人いるなと思ったら自分が減速するとき合図出してあげるっていうのは絶対やった方がいいですし、それやることによって一歩その上手いサイクリスト、上手なサイクリストに近づいたと思えるので、まあ、そういうのをやってあげた方がいいかなと思います。実際自分も走ってたら知らない人の後ろにつくことってあると思うんですね。その時に出してくれるとやっぱり親切だなって
思いますから、車への対してのハンドサインというかコンタクトですかね、この辺も結構車を目の敵にする人っているんですけど、やっぱりまあ同じね道を一緒に走ってるんですから、そこに対しての礼儀っていうのはやっぱりやってあげた方がいいと思います。で特にこう横から出てくる車がいた時に、通り過ぎる時はちょっとまあ止まってくださいって合図をしたりとか、あとは通り過ぎる時に会釈をするとか、ありがとうって合図をするとか、まあそういったことでね、やっていくだけでやっぱり自転車乗りへのやっぱ車からの風当たりっていうのもやっぱり弱くなるので、車に対しての礼儀、あとアイコンタクトですよね、行くの行かないのっていうのをちゃんと目を見てやる。なんか本当にこう、これは別に自転車に限らずですけど、もう本当にね歩道を歩いててもなんか車の人が全然こっちも全く知らないぶりしてこうやってね運転していくとかも結構あるじゃないですか。ああいうのもね、お互いこう人と人、結局は人と人が運転してるんですから、まあアイコンタクトちゃんとすればいいのにと僕は思うんですけども、まあそういったことを、まあ自転車乗りが率先してやっていくというのは、なんか別に道徳の時間じゃないですけども、自分の身を守る意味でもやっていった方がいいんじゃないかなというふうには思ってます。でハンドサインに関しては、まあさっき言ったこう止まりますっていうところからスタートして徐々に覚えていけばいいかなと思います。本当に結構細かいルールいろいろあるので徐々に覚えていってください。ちょっと話変わるんですけど、坂道の下り方なんですけども、ブレーキの比率って皆さんご存知ですか？前と後ろのブレーキ比率、坂を降りる時のブレーキ比率って、自転車は前が7で後ろが3なんですよね。で基本的にまあ坂を降りる時に限らずなんですけども、ブレーキ比率って自転車って前が7で後ろが3なんですね。でなんとなくこう前やるとつんのめりそうだからっていうんで後ろをメインに使ってる人いると思うんですけども、後ろはあくまでも速度調整のブレーキで、止まるためには前のブレーキっていう風になっているので、そこをまず覚えておいてほしいなと。そこをねちゃんとやらないとね、坂道で僕みたいに川にバーンと落っこったりするんで、気をつけてください。であと坂を下るときに、なんとなくこう中腰になってやっちゃう人とかいると思うんですね。それも結構危なくて、しっかりとサドルにお尻をつけてあげると。でそれをすることによって体重が自転車にグッとかかって、タイヤにもグッと力がかかるんで、ブレーキがしっかりかかるっていう風になりますんで、下るときはペダルに力を乗せるんじゃなくて、しっかりとお尻からサドルに重さをかけてあげるということをやることによって、ブレーキの効きが良くなるので、そこも意識して下るようにしてください。他にもいろいろと注意しなきゃいけない点ってまだまだあるんですけども、特に服装において注意しなきゃいけないのは、薄手のウィンブレを持っていくことだと思います。僕が愛用してるのもこのセブンメッシュのゴアシェイクドライっていう生地で、もうめちゃめちゃ薄い生地で 180g ぐらいかな、すっごい軽いんですね。でこういう薄手のウィンブレを必ず持っていくようにしてください。だいたいね、初心者の方がグループライフで行って、あーかわいそうだなと思うシーンって、ハンドサインを失敗した時じゃなくて、下りで寒い寒いって震えてるのが一番かわいそうなシチュエーションです。本当に夏でも思った以上に山登って降りる時の下りって寒いんですよ。で下りなんてそんなもう10分ぐらいじゃんって言うんだけど、その10分が本当に過酷で辛いんですね。なので必ずどういう時にどういうところを降りるかわからないので、こういう薄手のウィンブレは、まあ本当にね、もう知ってるとこ走って真夏だよって言うんであれば別ですよ。そうじゃないんであれば必ずこういうのは持っておいてください。サイクルウェア独特だと思うんですけど、本当にこんなにもうとにかくそれ用にできてるんですよ。もうそれ以外用にはないぐらいにすっごくちっちゃくなって、もう缶コーヒーぐらいにちゃんと畳めばなるぐらいで、こういうバックポケットに、まあ普通のサイクルじゃですけど、こうやって入れておくと、これとかまたツールケースとかでもいいですよね、に入れといてあげると、本当にその下りの地獄がなくなりますんで、これは必ず常備するようにしてください。それについてよく見るのがお尻が痛い痛い病ですかね。で、まあ以前そのお尻の痛くなるサイクリストのためのっていう動画も出してるんで、そっちも見ていただきたいんですけども、だいたい慣れてくると痛くならないんですけども、やっぱり初心者ライドって、僕もこの間久々に初心者の方と一緒に走って思ったんですけども、スローペースで走るとやっぱりお尻痛いですね。速いペースだとやっぱりペダルとか、まあハンドルにちょっとですけども、体幹の力とか使って、すごくサドルからお尻のこう重さでの痛みっていうのを逃せられるんですけども、ゆっくり走るとやっぱりどうしてもサドルに座ってる感じになるんですよね、ドカッと。でそうなるとやっぱりだんだんお尻がやっぱ痛くなるなっていうのは、僕もその初心者のライドツアーにちょっと参加して思ったんですね。なんでやっぱこういうちょっとこうお尻にこういうパッドが入ったようなものっていうのを履いてあげるだけで、随分やっぱり痛みは緩和されるので、まあ、こういったものを履いてあげるというのはいいのかなと思います。これセブンメッシュですね。こっちはもうちょっと本気系、こっちはまあもうちょっと薄い系とか、あとアソスからもね、こういう結構これ厚手ですね、
これはもうなんかトレイル用ですね、マウンテンバイク用、まあ、こういったものとかを履くだけで、まあ、随分そういった痛みは緩和はされますんで、まあ、そういったものを履いてあげるといいのかなと。最後に一つあるのが、初心者の方も必ずパンクの修理剤を持っていきましょうということですね。まあ、例えば、まあ、こういう CO2 ボンベ、これ何かっていうと、パンクした時に、まあ、チューブ交換して、あの携帯のこう空気入れあるじゃないですか、あれでシコ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 ってやるのって結構大変なので、これだと CO2 ボンベになってて、こいつにこう頭つけてブシュってやるだけでブシューって入ってくるんですね。でもう本当に数秒でもう満杯になって、あの高気圧のタイヤに戻るっていうのがあって、まあ、こういったものだったりとか、もちろんさっき言ったチューブがパンクすることが多いので、まあ、チューブの替えとか、あとはまあそういうポンプとか、そういったものを持っていきましょうと。でなんでそれを持っていかなきゃいけないかというと、まあ、もちろんパンクした時のためなんですけども、でも初心者の方ってその現地で速攻直せないじゃないですか。僕もそうだったんですけど、で結局は一緒に行く、まあ一緒に行ってる上手い方とかに手伝ってもらって直すんですけど、その時にやっぱり手伝ってあげる方としてはですよ、何も持ってきてないのお前っていう状態って結構辛いんですよね。どうするつもりだったのみたいな。だせめてあの あのパンクの修理剤持ってますみたいな感じでこう差し出すぐらいな、やっぱりそれエチケットかなと思うんですよね。自分がパンクしたらそのパンクの修理剤は一応持っていて、まあ、それはせめて使ってくださいと、自分ではできませんけどみたいなぐらいはやっぱりエチケットかなと思うんですよね。そっちの方がやっぱり上手い人もなんか気持ちよくやっぱ直してあげられるかなと思うので、まあ、そこはパンクの修理剤ぐらいは一通り装備して自転車につけていきましょうと。でそういった時のためにこういうサドルバッグですね、いわゆるああいう大きいサドルバッグじゃなくて、こういうちっちゃい、これデザインから出てるやつで、本当にこうサドルの下にヒュッて隠れるようなもの、まあ、この中に大体さっきのパンク修理キットって全部入りますんで、あとこっちシルカですね、これは僕愛用してるやつです。でこれもこういうふうにあのサドルの下に入り込むんで、大きいサドルバッグじゃなくてこういうちっちゃいサドルバッグをつけて、その中にパンク修理剤入れて常に入れとくと。まあね、本当にここだけの話ですけど、ぶっちゃけそのチューブが、まあ、もう穴開いてようが何でようが、多分うまい人がいればみんな持ってるんで何とかしてくれるんですよ。でもそこに入ってるものがあるかどうかっていうのが僕は重要じゃないかなと思ってて、まあ、そこ何にもなくてただで全部やってもらうっていうんだと、ちょっとその人たちももう二度と誘ってくれないかもしれないので、まあ、何かしら用意して入れとくというのは大事じゃないかなと思います。というわけで、まあ、グループライド初心者の方ね、まあ、本当にそのアラサイどうやっていくのとか、タマサイどうやっていくのみたいな話も含めてしていきたいんですけども、今日はちょっと前回僕がその初心者向けグループライドに参加して、あ、この辺は気をつけた方がいいなと思った点をですね、ちょっとあの軽くかいつまんで話してみました。あの東日本橋線でやってるその初心者向けグループライドに来ていただければ、まあ、本当に優しくいろんなことを教えてくれるお兄さんとお姉さんがいますんで、あのそういったものに参加していただければなと思うんですけども、あの一応僕が気になった点は以上です。というわけで今日の動画は以上です。よかったと思った方はいいねお願いします。あとチャンネルの登録もですねしていただけるとすごく嬉しいです。インスタグラムもですね頑張ってます。まあ別に今日の初心者向けグループライドの秘訣みたいなの載せてませんけど、あの初心者の方からセミプロの方まで、あの着られるようなサイクルウェアみたいなもののスタイリングだったりとか、あとさっきみたいなツール系のものだったりとかを、まあ、いろんなものを紹介してますんで、まあ、インスタグラムもフォローしていただければあの励みになります。よろしくお願いします。ではね、また次の動画でお会いしたいと思います。バイバイ。はい、今日もご視聴ありがとうございました。さっき着てたバックポケット付きのの何なのっていう宣伝ですけど、これうちが作っているオリジナルで作っているカフェストップサイクルポロっていうポロシャツです。まあ、何かっていうと、まあ本当にちょっと洒落たポロシャツなんですけど、バックポケットが付いてると。これね、意外に便利で、やっぱり自転車乗る時ってこんなんか入れたくなるんですよね。でさっきみたいなウィンブレまでは入れないかもしれませんけど、まあ、あのそういったものも入れられますし、あとはなんかね、ここにこういうのがついてると自転車乗り普段の生活でもなんかちょっとここまっすぐ打っちゃったりするから安心感があるんじゃないかなと思ってます。はい、これ3色展開してますんで、ぜひチェックしてみてください。じゃあね。